の日、俺はエリちゃんの手を取ってあげられなかった。より確実にチサキを捕らえることを優先してしまった。あの子がずっと痛くて苦しい思いをしていることを知らずに。俺の個性、泥酔で足もおぼつかねえ。根元に本心を語らされ絶望。てめえの非力さに意気消沈ってか。根元の個性は強制的に本心を語らせる誠つき、本人すら気づいていない本音を引きずり出す。心を揺らされてあいつはもう動けない。あの時俺は見過ごそうとした。それでもあの子は俺たちが傷つくことより地獄へ戻ることを選んだんだ。あんなにも優しい子が、あの子が笑えないままなんて、そんなの絶対許せない。弱さを受け入れてきたからこそ励むことができた。今さら心を揺さぶられ折れる人生だったか。違う、弱さは前提。東方ミリオはもう揺れない。絶対に倒す。チサキファイナルラウンド、レディークラッシュ。もう決して君を悲しませない。俺が君のヒーローになる。戻ってこいエリー。殺されちゃう。何度言ったら分かるか。お前は人を壊す、そう生まれついた。お前の行動一つ一つが人を殺す、呪われた存在なんだ。自分の子になんでそんなこと言えるんだ。ああそうか、そういう話だ。俺に子などいない。当然壊れても支障はない。すぐに修復すれば蘇生できる。原型をとどめていなくとも元通りに直す。その子は身をもって、俺は世界よ。なぜ強いかって、やっぱり予測ですよね。アメージング、ニューストーリー。逃げ道は封じられ、こいつを打ち込まれりゃ個性も消えちまいやす。ちょっとごめんね。体を隠して狙いをずらした。ヒーローのマントってカッコつけだと思ってやした。こいつ強い。だがエリを置いた。あれを壊してしまえば抵抗できない。そういうやつだよな、お前は。ヒーローがマントを羽織るのは、痛くて辛くて苦しんでる女の子を包んであげるためだ。相手をよく見て次の行動を予測する。もう指一本触れさせない。二人まとめて倒してやる。お前の負けだ、チサキ。俺の方が強い。わか、根元、撃て。撃つ、どこ。投下する奴に一発で当てるにはどうすれば。あの子が笑えないままなんて、そんなの絶対許せない。トンネル。君を悲しませない。もう痛い思いはさせない。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺もヒーローになって助ける。ミリオ、俺たちの個性は一歩間違えると真っ二つになったりしちゃう。とても難しい個性。ミリオはそれでもヒーローになりたい。直線的に強くなる。私の元へ来なさい。さあ見えに。ねえねえ、知ってた？私たちビッグスリーなんて呼ばれてるんだって。トーガとの成
長が著しいとかで学校のみんながすごいぞ強いぞってみんな認めてくれたんだね。俺はミリオがすごいことが分かった。ミリオ当然の結果だよ。みんな殺を抜くたび泣くも叫ぶもなくエリちゃんは黙れ歯を食いしばるだけ。あんな小さい女の子が受け入れる以外ない痛みに備え耐え忍ぶだけ。よく見る彼女の瞬間なんだ。痛みと恐怖によって刻み込まれてしまった絶望なんだ。エリちゃん絶対に救ってみせる。必ず計画か。なぜ強いかってやっぱり予測ですよね。エクセレント。ニューストーリー。笑えるな。救おうとしたその子の力でお前の培ってきた全てが今無に帰した。何もこれまでの全て何も無駄になってはいない。俺は依然ルミリオンだ。エリちゃんを傷つけないという枷を負って榊の個性で平衡感覚もままならない中、無敵かのような自身の個性を失い、なお彼はルミリオンであり続け、1対2という圧倒的不利な状況で戦い続けた。いや、守り抜いた。